アジアを中心に大活躍をされていらっしゃいますアニメのクリエイターで一般社団法人ソーシャルコンパス代表の中村さんお越しいただいております。 よろしくお願いいたします。中村さんが手掛けているチームで手掛けている作品というのは、はい、実は社会貢献かけるアニメーションコンセプトにカンボジアの例えば子どもたちの教育支援などにつながっているんですよね。はい、そうですね。あのまあ啓発動画ってなかなか面白いものがないんですけれども、せっかくね日本人アニメーションあ作る能力もあるので、あの面白い啓発動画。 教育をしていくようなコンテンツをあの作ってます。今は一時帰国中でベースはそうですね。ベースはプノンペン在住なんですが、今朝あの関西国際空港に着いてここちら来ました。そうなのよ。<laughs> はい、カンボジアベースで先ほどミャンマーからそうですね。戻って来ます。そうですね。ミャンマー行って一瞬プノンペン入ってきました。<laughs> ミャンマープノンペン東京。<laughs> 僕もともと最初はノマドワーカーみたいな形でパソコン一台でどこでも仕事ができるので、まあサッカーじゃないですけどボール一台じゃない一個。 デザインアニメーションみたいな活動をしていたんですけれどもやはりやっぱりカンボジアじゃないとできないことっていうのをやっていかないとカンボジア住んでる意味もないなと思った時にあのやっぱりカンボジア社会問題だとか貧困であるとか。 でそれでいてボランティアで来る学生もたくさんいたりとか JICA とか NGO の人たちみんな面白い人が多いんですよね。うそういう人たちとお酒飲んだりとかあの仲良くさせてもらったりすると彼らと一緒に何かができないかなと思った時に僕ができることっていうのはやっぱりあのデザインだけ。 アニメーションだけだったのでそれ立ち上げたのがソーシャルコンパスという団体でした唯一早速なんですが、はいろいろなアニメーションを制作されてますよ、ねはい、そうですね見せていただいてもよろしいですかカンボジアの <laughs> まあキャラクターコンテンツからアンコールワットのゆるキャラのワッティっていうキャラクターとあのプノンペンに来た人しかわからない インデペンデントモニュメントっていうモニュメントがあるんですがカンボジア人はみんな知ってるモニュメントなんですがそれのゆるキャラのインディーというキャラクターを使いまして。<laughs> クメール体操という体操のコンテンツを作らせてもらっいいてこれはのもともとポル・ポトの内戦っていうすごい悲しい歴史を持っているんですが、はい、学校の先生がみんな虐殺されてしまったんですよね昔は体育教育で皆さんあの学校の先生が教えていたんですがやはりこれが途絶えてしまったということでに日本の NGO がもう一回教科書に載せるみたいな活動をしてきたんですがみんなで踊ってますね。そうなんでで、ね、やっぱり体操を静止画で見てもわからないので でアニメーションにしたりだとか、今映ってるように着ぐるみにしてあの啓発していこうみたいな活動をさせてもらったりもしています。そうか、これ学校の先生たちがやっぱりこう現場で不足しているっていうのが、はい、そうですね。<ー>やっぱり圧倒的にまだまだ足りていないっていうのは現状ですね。これ他にもいろいろな啓発活動をされていらっしゃるんです、ねはい。そうですね。やっぱりカンボジアというとやっぱり来た人皆さん感じると思うんですが、やはりゴミが ゴミだとと思っていないないもう道端ゴミだらけっていう感じなのであのやはりそのゴミに早やがたまってその葉や蚊があの病原体を連れてくるっていう因果関係すらもちゃんと理解していないんですよね。 そういう意味で言うと、そのゴミをなぜ捨てちゃダメなのか、ゴミは一体何なのかっていうことをちゃんと教育するようなコンテンツになっています。丸山さん、うん、どうですか、この可愛いキャラ。いや、これいいです、ね、なんかあの、日本らしいというか、日本にこういう、やっぱりコンテンツたくさん溢れてる。じゃないですかありますよね。こういうのがやっぱり、海外でも見られるっていうのは、すごく日本のパワーだなって感じますよね。あの、実は、国営の放送局で、中村さんたちのアニメーションっていうのが、はい、つい先日まで、前さんのように放送されたんですよね。そうですね 朝6時50分からまあ月金であ放送されたりもしていましてあのやっぱり単純にいろんな YouTube とかみんんな見たりしているんですよ意外に途上国の子どもたちっていうかまあ親たちはスマートフォン持ってたりするんですがやはりあのカンボジア語のコンテンツであるとかその国の言語のアニメーションってなかったりもするのでやはりこれを見せるだけでみんな100%理解できるので結構みんな口を開けて真剣に見てくれますね。ああ 次の動画も。いいですか、はい。これは交通安全の啓発動画です、ね。いろいろありますね。じゃあバイクの啓発動画を、あの日本の財団と一緒に作らせてもらったり。とかこちらは逆にあの。 BLS 心臓マッサージジのことをカンボジア人みんなな知らないんですまだにこうやって溺れた時にこの後出てくるんですがひっくり返して振ると良くなるだとかあの気絶している人のかかとを噛むとあの目を覚ますだとか<ー>そんな民間療法みたいな迷信みたいなのをいまだに信じていて結構保健所の偉い人でも結構知らなかったりするんですよね。あそうですかで心臓マッサージなんか結構強くやるのでそれをやってると逆に殺してるように見えちゃって逆に周りに止められたり。 ピンチにされてしまったりとかって意味でやり方を教える前に心臓マッサージだとかそういう治療がいいことなんだってことをみんなに知ってもらわないといけないということであの日本の NGO と一緒に作らせてもらったりもしていますこういうでも関わりがあるんですねアニメーターとしてそうですね結構いろんな本当に JICA さんと一緒に農場用館外だとか 大事ですよね。なんか田舎のダム行って日本のアニメーターでこんなダムまで来てるやついないだろうなとか思いな, <laughs> なんかこんなニッチなこんなニッチなところまでっていうような仕事できるのはやっぱりパソコン一台でどこでもどこ行っても仕事できるのがやっぱりいい時代になった部分なんじゃないかなと思います、ね。でも中村さんご自身どうしてそこまでカンボジアに見せられてカンボジアの子供もたちをと思ったんですか。そうですね。やっぱりやっぱ日本ってコンテンツがありふれていてなんていうんですかね。作ってもやっぱり されてしまうじゃないですかでも本当に世界って実はまだまだ広くてもっともっと価値のあるコンテンツを広げてもともと僕は新卒イギリスだったんですけれども<ー>僕程度の人間でぐらいの才能でも意外にイギリスで3年ぐらい仕事できたので、まあ、世界中もっともっと本当は日本の若い人飛び出していったら あ、なんていうんですかね。僕らがちっちゃい頃見ていたアニメの知識だけでも戦っていけるぐらい僕はタレントというか才能あるんじゃないか。僕は特別な人間ではなくてっていうのはすごく感じるので、やっぱりカンボジアの子供達真剣に見てくれるので、すごい楽しいですね。作っていてももうどれぐらい経つんでしたっけ？はいまあんまもう8年,に8年目、もう引いちゃいますよね。ほんと3年ぐらいで違う国に行きたかったんですけど、うん、やっぱり面白いですね。途上国っていうのはまだカンボジアっ本当に。 外の内戦時代に、芸術家も殺されてしまっていて、何をやってもパイオニアになれるんですよ。そう要するに何もないので、ねうん、そういう意味で言うとクリエイター妙理に尽きる国だなとは思いますね。僕もね、あの昨年末、カンボジアプノンペンとシェムリアップ、はい、そして周辺の村、はい、JVC の活動の取材でお伺いしましたけれども、はいはい やっぱりその爪痕って今の貧困固定化された階層社会であったりとかやっぱりこう知識が不足している技術が不足しているっていう中で先進国の関わり方ってやっぱりすごく問われてますよねはい、はいうん、すごいカンボジアって特にチャリティであるとかあのボランティアって言葉が発祥した国の一つだと僕思うんですよね、うん、地雷ダ,ダイヤな日が地雷撤去とか、うん、チャリティーコンサートっていう中でうやっぱり今 いろいろアフガニスタンだとかアフリカだとかどんどんもっと支援していかないといけない国々が多くなってきた時にやっぱりカンボジアがうまく次のタームに行かないといけない中でやっぱりなるべく最先端の,あのノウハウを一緒にカンボジアの子どもたちと一緒にマスターしていけた方が面白いんじゃないかなと思って。まあ このアニメーション僕らが作るだけではなくて逆にあの教えるみたいな活動もさせてもらったりもしていますちょっとツイッターでねいろいろこう感想が来ているんですけれども、はい、すおおそうなんですよエミさんワッティが好きありがとうございますいいですねえーはい、そしてシゲペさん逆に日本でも使えそうなアニメですね、はい、日本も子供が子供を育てているような光景がありますからマナー教育に、ね、日本でもあっても良いと思います、はい あと中さん、ね、カンボジアではいわゆるこうゴミの山の中に住んでいる人たちもいるとうん、うん、これを見られる人はどれぐらいなんだろうって、うん、中村さんのそのコンテンツって皆さん、どんなふうに見ているんで結構びっくりすることなんですがお金が入ると冷蔵庫とかそういうい洗濯機のような日常製品よりも先に昔はテレビ先に買っちゃって支援する人がびっくりしちゃうみたいな。<ー>まずちょっと、 食べるもののだとかそういうい普通はお金かけるべきなのにエンターテインメントってそれぐらいみんなお金かけちゃうんですよいいのかどうかわからないんですけれどもやっぱり面白いものってみんな惹かれてしまうんですよね大人も子どもも。今テレビではなくそれ,がそれがスマートフォンになり始めていてみんなよくも悪くも結構マーケットの端っこであの多分意味も分かってない音楽だとか。 あのアメリカのアニメーションとかを見続けている時間があるのであればちょっと意味のあるでちょっと理解ができるコンテンツをちょっとだけでも発信していければまた違うのかなと思ってはいるんですけれどもしかもこのローカルの言葉で発信しているっていうことが重要なんですよね、はいはい、そうですねやっぱり誰も作ってないですからねあのカンボジア語のコンテンツやっぱりコンテンツ少なないいんんででででですすすかカンボジア語でア語ニメーションでそうですねそうですねねほとんどないです、ね、も,うもう一団体、まあ、で アート教育やってるようなところはあるあるんですけれどもやっぱりほとんどないと言っても過言ではないいと思いますねそして今教育って話がありましたけれども、はい、アニメを作って放送するだけじゃなくていろんなこう主体的な関わりもされて今ちょっと先ほど言っちゃったようにあのアニメーションのワークショップをカンボジアだけではなく、うん、ラオスとか<ー>最初はカンボジアでやっていたんですけれどもあのミャンマーであったりとか。うん 最近だとアフリカのルルルワワワンンンダダダはい、ルワンダ本当にカンボジアとすごい似たような歴史を持っていまして虐殺もあって国土も狭くて資源も少ないんですが、ね、最近、カガメ大統領って大統領が ITC 教育かなり力を入れていて、まあ、そこにったアニメーションを教えるような活動みたいなのもこれ、ちょうどルワンダでの活動なんですけれども<ー>やっぱりみんななんとなくスマホは見たことあってアニメーションを<ー>あの知っているんですが。うん あの作ったことはないので、みんな前のめりでやってくれて、ね、僕でもないもんね、作ることっていうのは、そうです、今作って、今、撮影をちょっとずつしていまして<ー>、まあ、自分で描いたキャラクターをハサミで切り抜いて、一コマずつ撮影していくって、もう本当にすごいシンプルなことなんですけれども、<ー>でアニメーションってそれがすべてなんですよね、で、実際、これが作ったようなアニメーションでして、小学校。まあ これ子供たち喜ぶでしょ動いたらそうですねすごい喜んでくれますね どんんんなな感想をみんな言うんですかそうですね本当に単純に楽しかったって言いますしあのいろんな国でアニメーションのワークショップするんですが <laughs> 日本の進出企業が皆さん雇用なんかすると遅刻が多くてみんな真剣にやらないみたいなことをよく言う,う,ん、うん、う社長さん多いんですけれども<っ>うちカンボジアでもワークショップやったりするんですが<っ>誰も遅刻しないどころか1時間前ぐらいに集合しちゃうんですよ。 うういいいことに遅刻すする人って実は結構いないんですよね当たり前なんですけれどもただからやっぱり仕事もそうなんですけど実は楽しいじゃないですか僕ら仕事っていうのがでそう思えないような教育をしちゃってるんじゃないかなって僕は思っちゃったりもしてそうだよね、うん、そういう意味で言うとこういうことをやるとみんなすごく真剣にやってくれますどの国の子どもたちも真剣にやりますね本当にはい 他にもある。はいか、いろんなことやられてるんですよ。すね、これはあの逆にジャイカがあの作った日本の NG あの ODA で作ったあの洪水対策用の考えしてあの洪水対策の貯水タンクみたいなところがあのプノンペンの地下にあるんです。あのちょうど出てくるんです。ODA ってことは我々の税金がれてそうですね。我々が作った。そうですね。これですね。ここが排水口になるんですが。な何したんですか。 でここで実はこれここにゴミが溜まってくるしまうとここにあのこの施設止まってしまうんですよね。それを啓発するために子どもたちの描いたアニメあの絵が自動的に動き出すみたいな感じでこれプノンペンの街並みを子どもたちのみんな描いているんですが最初にワッティがゴミを捨ててしまったせいで足元にゴミが落ちているっていう絵なんですがそこに雨が降り出すと水が。 スタックしてたまってしまって<ー>子供たち溺れちゃうよみたいな感じでその中にいるからまるで溺れてもそうまさにプロジェクションマッピングで,<ー>で子供たちが描いた魚が現れてまさにあの最近豊洲とかお台場であるチームラボさんみたいな感じの仕組みを仲間たちと組んで,、うん、で子供たたちが描いた自分で描いた絵が自動的に動き出すってなかなかないじゃないですか。 でそこにあのゴミが落ちてくるとモンスター化して水が真っ黒になってしまって魚たちがみんないなくなっちゃうよっていうところを大画面で見てもらってその汚い水からフルーツとか綺麗な花が咲くんですがそれって本当に大丈夫かなみたいな結構カンボジアの農業って汚い水でどうしてもやらざるを得なかったりするので。 それをまあちょっと考えてもらって、ワッティーここ、ね、が反省して、ゴミをちゃんと、今、分別してもしょうがないんですけど、えー、仕組み上、一応、将来的に分別すると、ハエや蚊がいなくなって、病原体がいなくなっちゃうよっていう感じになって、でそうすると、まあ、夜空もよりきれいになるよみたいなところを大画面で見て。えー で最後は子どもたちの描いたアンコールワットを中心にあの動物や植物や人間が共存する世の中を作ろうみたいな感じのこの絵は子どもたちが描いた絵ですね。を組み合わせて動かしてでプロジェクションマッピングにしてるめっちゃ喜ぶでしょこれはそれ以外にも実はクイズコーナーがありましてあのプノンペンに出るゴミの量は1日ゾーン何等分でしょうっていうのは123と 正しいとと思うところに集まれみたいな感じでなんていうか日本の,あのクイズ番組みたいな感じで体を動かしたようなクイズコーナーを大画面でやらせてもらって答え合わせをするとマンホールが揺れるぐらい、まあ、地下なので本当に皆さん喜んでくれたりとかこのあとは大画面であのゴミの,あのゴミ集積場の画面を画面いっぱいに見せて。 こののゴミの山はあと何年でいっぱいになっちゃうでしょうっていう日本で当たり前に社会とか生活の授業でやったようなクイズを大画面で日本のバラエティ番組みたいな感じであの見て最後は結構有名なアナウンサーに実はプラネタリウムみたいな感じで司会してもらってたんですがちゃんと啓発して「あの A A O って外に出ていくとまるで準備されてたかのようにゴミが広がってるんですよね川沿いに <laughs>。 でそれをアニメに出てきたワッティと一緒に拾うと内容もちゃんと理解できているし <laughs> さっき見たしねそ<う>もうこれがもう水を汚すし、はい、あの食べ物とかも害しちゃうから一生懸命拾おうなんていうふうになるわけか。やっぱり、まあ、ワッティと一緒に、ね、まあ現実の世界でもゴミを拾おうみたいな感じの着地点でやらせてもらったりだとか。 最近は逆に他の国でもこういう活動をしようと思った時になかなかこの地下施設ミャンマーだとかアフリカだとかそういうところないので当然逆にちょっと僕の思いつきでプラネタリウム作ろうみたいな感じで思った時にあのなぜかっていうとカンボジアの子供たちって あまあ、まず環境問題って僕たちの地球を守ろうっていうのがコンセプトだったりするんですが、うん、やっぱり田舎の子どもたちまず地球が丸いってことすら信じてなかったりするんですよね。なな、まあ、なかなか知る機会がないと想像もできないでししょうしね,、はい、うでねで夜空の星が何かっていうのも分かっていないので、まあ、西,西洋星座で「さそり座」とかそういうのをおぼあの学ぶドームではなくて子どもたちの書いた何の言ん,んですかね 世界みたいなものを丸い紙に書いてもらってそれが何ていうんですかね大画面に映し出されるインタラクティブなあのプラネタリウムみたいな企画をいろんな国で、まあ、まずどうも作れたのはつい最近のカンボジアだけなんですがこういうのをいろんな国に展開できたら楽しいなと思って活動してますさっきの見てるとこのプラネタリウムも、はい、組み立てて設置ができるようなうそうでしょ、ね っていうのは本当にカンボジアで手に入る配電管1本3メートル8 0円なんですけども、うん、とゴムホースを連結させてあのカンボジアでできる素材で作ったドームを友人に設計してもらってでローカルのおばちゃんに本当にお姉さんかな、うん、お姉さんにマーケットに行って本当にあのいつもは服を作ってる縫い子さんに作ってもらってこういうスクリーンを作って。 っていうようなカツ、あのドームを作ってそこに流すみたいな感じのことをやらせてもらってました。どうですか、8年間ね、はい、振り向けば振り返れば8年間だったと思いますけれども、はい、子供たちの成長の様子や気づきの様子っていうのは。はいはい そうですね僕ら社会貢献かける、まあ、デザインアートみたいなコンセプトでやらせてもらってるんですがやっぱりボランティアとか NGO やってると偽善なんじゃないかみたいな言葉とかそういうのもあったりはするんですけども僕らはっきり言えるのは僕ららが面白いからやってるんですよねなるほどそれが面白いついでに子供喜んでくれたりとか啓発になってたりするっていうのはなんていうんですかねデザインの醍醐味で1個の行動が2つの意味があるっていうのは僕ら考えてて楽しいので。うん それが世界をよくするのであればすごい楽しいじゃないですかみんな楽しいん、ね、みんな楽しいんで、うん、だから事前だとかそういうふうにちょっと悩んじゃってる若い人とかは逆にデザインなんかはあの自分も楽しいし人も喜ぶしっていうような活動って、えー になななっっててきたんじゃないかなと思ってこの8年最近気,気づいたというかやっぱり世の中は面白いから変わっていくんじゃないかなと思っていて面白いことをやっていって世の中が面白くなっていったらいいなと思って最近やってますねしかもね。 やっぱりあの非言語コミュニケーションという可能性を秘めてますよね。そうですねやっぱり僕もともと新卒がイギリスだったんですけれど全く英語しゃべれない段階で行ってやりましたねちょっとは愚かだったと思うんですけど行、ね、ったらどうにかなると思ったら全然ならなかったんですけど<ん> <laughs>、ね、でもやっぱり、まあ、同僚の優しさとやっぱり絵のある仕事だったのでどうにか3年持ったなっていうところもあったので。 やっぱり逆に言うと言葉がしゃべれたとしても通じ合えないこともあるので<ー>やっぱりこういうことはあのこういうグラフィカルなことってコミュニケーションできる一個の材料になるんじゃないかなと思ってます僕も、ね、この n セック x やって国際ニュースの現場を専門にしようと思ったのは、はい、やっぱり、ね、先進国が今まで富みすぎていて、はい、いろんな地域からやはりこう、まあ、奪ってきたもしくは支えられてきた、うん、まあよく言えばですね、はい やっぱり今でこそ SDGs ていうものが提唱されるようになって、はいはい、持続可能な社会をやっぱり作っていこうとき、はい、にやっぱり先進国が培ってきたものをもう一回シェアして還元してそういうねバランスの良さっていうのが求められているんだろうなってっ思うんですよね SDGs に関してもいろいろ提唱してやられてますよねそうですね,ね SDGs も実は17項目全部キャラクターにして来ました見たいよそれです、ね、ちょっとカットしちゃってましたけど <laughs>

今ってお金が、まあ、ゼロ番僕言うとするならばあのお金を稼ごうっていうことが今世界のゴールになってるじゃないですか何で勉強するって言ったらお金稼ぐためだしなんで仕事するって言ったらお金を稼ぐためなんですがやっぱりそれだけだと世の中って回らなくなった時に、まあ、国連が,、まあ、国連がまあそれ以外のゴールを17個。 作ろうって言って出てきたものなんじゃないかなって僕は理解はしてるんですけどやっぱり全然分かりづらいのでそうななのよねん,なんかこういうキャラクターを作ってより分かりやすいようなストーリーにして広めていければもしかもっといろんなクリエイターがこれをもっとこんなキャラクターがいいんじゃないかって言って競い合えるようなものになると確かにちょっと西洋にはできないなんていうんですかね SDGs の広め方になるんじゃないかなと思ってます。 面白いぜひね皆さんのソーシャルコンパスのホームページ僕先ほどリンク貼っておきましたので、はい、ぜひねチェックしていただきたいんです中村さんこれからですけれども、はい、さらにどんなことをやっていきたいなと思われていますかそうですね僕やっぱり日本い,いろんなアフリカとかカンボジアも行っていろんな,なん、ね、社会問題っていうのを見てきたんですが今一番やばい国っていうのを最近発見したんですよで僕それは結構日本なんじゃないかなと思っていて。うん あの最近この,あのプレゼン入れてないんですが老人向けのワークショップみたいなのをやらせてもらっていて日本の介護保険ってなかなかお金を稼ぎづらい仕組みになっていてやりがいがなくなってしまってあのデイサービスとか老人ホームで何て言うんですか折り紙を折ったりとかっていうちょっとやりがいがないんですが一方には高円寺辺りで音楽奏でて。 クリエイティブなことにお金稼がなくてもやりがいを感じてる人もいるのであれば老人たちと一緒にアニメーション作れたら面白いんじゃないかなと思ったりだとかあとはやっぱり日本のデザインの学校とかも実はデザインのソフトウェアも簡単になってきていて最近ちょっと提案したいのがカンボジアでソーシャルデザインを学ぼうっていうあのソーシャルデザインキャンプという名前の 要するに日本の若者みんなカンボジアに来て一緒にデザイン僕ら、ねねうん、と一緒に一緒にやりながら学ぼうっていうような、あのー、キャンプというか。 あのインターンシップスタディスクールみたいなのを今ちょっと考えていましてそれをねむちゃくちゃいいですよ、はい、やっぱりね、はい、体験している人と体験していない人ではやっぱり運転の差だと思うんですけど、はい、う,うちうちにこもりがしたところをどんどん出していくっていうねそうなんですよね,ね,すよねやっぱりもう学校の校舎ってカンボジアでも感じるんですけどあんまり意味がなくて逆に一番学校の実は足りてないのは学校の先生であったりとか <laughs> <ん>カリキュラムの内容だったりするんですよねまあ あんまり言い,言い過ぎちゃいけないんですけどやっぱりカンボジアはは校校舎はみんんんなな作作っっててくくれれるんでですすけど、うん、学校の先生いよねで日本も一緒で校舎は立派ですけどやっぱり学校の先生がちょっと疲弊してるというか、うん、でそういう意味でいうともっと移動しながらじゃないですけどカンボジアに来て僕らデザインのことは分かるので共に学ぶようなコースができたらいいなと思って今準備してます。今日は ミャンマー経由、プノンペン経由、はい、東京、えーはい、中村さん来ていただきました、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。